どうも、料理のお兄さん、リュウジです。やべ、ちょっと声、先相手してんな、これ。ということでですね、ちょっと声の調子おかしいですけど、別に風邪じゃないです。昨日ちょっと実家で飲みすぎたんで、まあね、そんな前向きさとにね、今日はですね、悪魔のオイルサーディン丼っていうですね、まあ本当にもう、カロリーボムなね、料理を作っていきたいと思うので、これめちゃめちゃ簡単でうまいので、皆さんぜひ、ね、やっていただき、今からちょっと作っていきます。はい、それでは、材料になります。こちらね、ゴルゴ13ですね。はい、あと玉ねぎ、ニンニクですね。はい、ゴルゴ13ですね。はい。まあ普通のオイルサーディン缶で、結構。じゃあまずですね、玉ねぎね、これ8分の1個ですね。こちらですね、薄切りにします。薄切り、はい、こんな感じで薄く切って、こんな感じで水にさらしておきます。辛みをね、抜きたいんでね。で、できれば流水にかけた方がいいですね。はい、これ置いときます。 OK、 オイルサーディンですね。これですね、このままトーンしますね。はい、で、おろしニンニク、このニンニクをおろしてます。だいたいこの量だと半かけ分ぐらいで平気です。この状態でもううまそうですね。で、火にかけます。ニンニクに火が通るように炒めていきます。これ、フライパン傾けて、オイルでね、煮るような感じでやるとそうですね。温める感じですね。で、ジュクジュクいってきましたら、ブラックペッパーですね、あとお醤油、下味1.3ぐらいで、ふわっとですね、醤油の香りを出していきます。もうこれぐらいで平気です。もううまそうでしょ、これ。はい、あ、でですね、これね、ものすごい重要な調味料ですね、味の素ですね。1,2,3振りで、まあ身がね、崩れないね、ちょっと崩しちゃったけど、はい、こんな感じ。はい、では盛り付けていきます。玉ねぎですね、敷いてあげてください、ここにね。で、オイルサーディンを持っていきます。さっき言わせたんですけど、唐辛子も入れてください。辛みがあった方が美味しいです。オイルサーディンがうまいからね、もう料理研究家としての料理としてはもう反則な部類ですね、これね。でね、このオイル全部かけてください。はい、まあ、これ彩りなんですけども、小ネギね、パラパラと散らしてあげてください。こうした方がね、なんかそれっぽくなるんでね。はい、はい、そうしましたら悪魔のオイルサーディン丼の完成です。それではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。やっぱね、オイルサーディン丼にはこいつがないといけませんね。いただきます。あー、もううまい、もううまいわ、オイルサーディン丼もうまい。ということで、茶番はこれぐらいしてね、食べていきたいと思います。いただきます。丼界のレギュレーション違反ですよ、これね。遊戯王で言うと死者蘇生みたいな感じ。あ、違う、なんだろう、なんかエグゾディア、エグゾディア、エグゾディアってあれだっけ、レギュレーションあったっけ。なかったような気がするな。あの硫酸の落とし穴みたいな、なかったっけ。まあね、そんな感じですね。これね、反則が過ぎる。オイルサーディンがまずうまいんだと。でね、これね、さっきね、醤油入れてるんですけど、生醤油少し垂らしても、おい醤油してもね、美味しいです。これね、丼でこれ一番好きかもしれない、これ。あ、これはね、これね、ガチでうまいっすね、これ。まあ、いつもね、ガチでうまいものをやってるつもりなんですけど、これはね、ちょっとね、まあ、誰でもできるじゃないですか、これって。ぜひやってもらいたいですね。でね、このね、油も全部入れましたよね、僕ね。これ、ね、油がね、ご飯に染み込んで、まあ、うまいこと。これ、たまんない、これ。
できててよかった。はい、あ。すみません、うますぎての放心状態になってますね。ぜひね、皆さんね、やってみて、いただきたいですね。だから、マジでうまいです。絶対やってください。今回の動画、美味しそうだなとかですね、作ってみたいなっていうふうに思っていただいた方、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。あと、通知ボタンも入れてもらうと嬉しいな。